ベリーズ工房の徳永ちなみです。さあ、ベリーズセレクションかっこかり第3回目が始まりました。イエーイ。さあ、3回目なんですけども、まあ3回目ということで、ベリーズセレクションかっこかり、このかっこかりを私の独断と偏見で外したいと思います。ということで、この第3回目からベリーズセレクションというコーナーで、このコーナーをどん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 やっていきたいと思うんですけども、まあ、ベリーズ工房10周年、10年間のライブ DVD 1枚1枚からですね、メンバーが思い出の曲などを選んで映像を見ながら紹介していくというコーナーになっておるんですけども、なっているんですけどもあの、私が今回ご紹介するのはですね、2005年夏に行われました W&ベリーズ工房コンサートツアーハイスコアから夏わかめを紹介したいと思います。こちらです。本当に本当にみんな若くて、ほぼメイクをしてない今となっては貴重なベリーズ工房が見れると思うので、ぜひ見ていただきたいなと思います。それでは早速見てみましょう。どうぞ。懐かしい。みんな若い。この時は確かステージに横になってみんなでパフォーマンスしたんですよね。今夏わかめやっても、あ、これ寝てるやつ、みんなこれまた再現いつかやりたいなってみんなで話してるんですけど、なかなか実現しないという。うわ、これやりたーい。みんなやっぱメイクもしてないし若いですね。衣装が 4色に分かれてるんですけど、ももはやっぱりピンクですね。でも全然違う、この時の方がまだ素直な顔してる。もも、懐かしい。2005年だから9年前、約9年前、2005年の夏だから、あれ9年前じゃない、9年前だ。あー、若い。みんな全然違う、やっぱ。これみんなメイクしてるんですかね。全然してない。すごいな。でもくまちゃんもこの時から身長伸びてきてる感じですよね、絶対。この時のステージが下がなんかスケルトンみたいな感じで、透けてる感じで中にライトが入ってたんですけど、それが本当にちょっとなんか割れそうで、みんななんかあんまり踊れなかった印象が。何この振り、こんなのやってたんだ。まだ小学生、小学生ですよ。キャプテンとももいがいが小学生。え、私中学生かな。え、これな、中学生入った時かな。
この最後のポーズ。さあ、ということで本当に若かったんですけども、ちょうどこの時は私が中学1年生の夏ということで、今改めて見ると本当になんか中学生に見えないぐらいみんな子供だし、なんだろうな、こうやってなんかちっちゃい頃の映像が DVD に残ってるのは本当にいいなって思いましたね、改めて。でもきっと今やってるベリーズ工房の春ツアーとかもまた10年後とかになったら、あ、懐かしいなってなるかもしれないから、それは本当に一個一個ツアーを大事にやっていきたいなとも改めて思いました。さあ、ということで次回はですね、ベリーズ工房の須藤マーストがベリーズ工房コンサートツアー2005秋スイッチオンをご紹介するそうです。お楽しみに。ということで、以上、徳永千奈美でした。バイバーイ。